はい、こんにちは。スーパービートクラブでございます。今日はですね、こちら。40分のおしゃべりと10分の水泳は消費カロリー量がほぼ同じなんですよというね、お話をしてみたいと思います。先日ですね、私ね、こういうね、ちょっとね、ブログをね、書きました。本日、ちょっとね、画面小さいんでね、わからないかもしれないんですが、音声入力を2ヶ月続けてみて感じたこと、分かったことっていうね、ブログをね、先日ね、投稿しました。今年ね、2021年に入ってからですね、私ね、音声入力っていうのをね、ほぼ毎日ね、使っております。ほぼ毎日というか、もう毎日ですね、使っております。まあ、どういうことでね、使ってるかと言いますと、まあ、ブログのね、下書き原稿ですね、うん、ブログの原稿をね、音声入力、まあね、キーボードを打つんじゃなくて、音声でね、喋りながらブログを、まあ、原稿を書いたりですね。あとは SNS ですね。うん、SNS への投稿をね、もう、スマートフォンのフリック入力を使わずに、もうね、声でね、喋りながら投稿したり、あとはですね、仕事関係でね、メールとかね、チャットの返信なんかもね、音声入力を使ったりね、しております。でね、このね、まあ今年からね、音声入力をね、毎日使ってるんですが、ちょっと気づいたこととして、結構ね、この音声入力多用すると、うん、なんかね、結構ね、疲れてくるなっていうのをね、感じたんですよね。でね、まあちょっとブログをね、書くにあたって、いろいろネットのね、情報なんかを調べていると、実はですね、おしゃべりって意外とカロリー消費するんだよっていうのがね、分かったんですよね。うん。でね、まあちょっとね、この辺の情報をね、今日ね、ご紹介したい、見たいと思うんですが、こちらですね、谷田さんのね、サイトの方からね、少し情報を取ってきました。体重45キロの人がですね、消費するエネルギー量としまして、体重45キロの方、水泳、まあ、クロールをするとですね、10分間クロールすると、だいたいね、63キロカロリーを消費するそうでございます。63キロカロリーなんですが、実はですね、立ち話、40分間の立ち話で56キロカロリーをね、消費するそうなんですよね。まあ、63キロカロリーと56キロカロリー。まあ、若干ね、クロールの方が、10分間のクロールの方が、まあ、消費するカロリー量は多いんですが、まあ、63キロと56キロ。まあ、ほぼ同じぐらいのカロリー量ですよね。うん、結構驚きなんですが、さらにね、驚きなのが、1時間の会議にね、参加するとですね、71キロカロリー消費するということで、10分泳ぐよりも1時間の会議にね、参加する方が消費するカロリーが多いそうなんですよね。うん。まあ、このね、カロリーっていうのも、当然ながらこうね、会議にね、ただね、座って、一言もね、発しないっていう場合はね、ここまでね、まあ、カロリー消費しないのかなと。まあ、司会であったり、まあ、ファシリテーターですか。うん。まあ、進行役の方。まあ、そういった方はね、これぐらいのね、カロリーを消費するんじゃないかなと思うんですが。まあ、とはいえね、10分泳ぐのと、1時間会議に参加するのでね、比較してみると、会議に参加する方がね、消費するカロリーがね、多いというのはね、結構ね、驚きですよね。はい。ということで、まあ、あとね、まあ、喋るね、発声するのもですね、まあ、普通にね、喋るだけではなくて、お腹からね、声を出すとですね、さらにね、これね、カロリー消費するんじゃないかなと思うんですよね。うん。というふうなことを考えるとですね、意外とおしゃべりするっていうのは、カロリーをね、消費するなというのをね、ちょっとね、今回思った次第でございます。まあね、そう言いながら私もですね、まあ、音声入力をね、毎日使ってはいるんですが、まあ、こうやってね、YouTube でね、喋ったり、あとね、私ね、同じようにね、ラジオでもね、喋っております。まあ、一日にですね、まあ、毎日ね、今、YouTube とかラジオね、配信しておりますんで、そうですね、ラジオと YouTube、両方合わせてね、多分ね、どうかな、15分から20分くらいね、喋ってると思うんですよね。うん。となってくると、まあ、立ち話、まあ、ではないんですけど、まあ、結構ね、いろいろ考えながらとか、あとね、お腹からね、声を出したりしてますんで、意外ともしかすると、こう、10分間のクロールぐらいのね、まあ、カロリー消費してるのかな、というふうに思うとですね、もしかすると、うん、おしゃべりする、YouTube でね、こうやっておしゃべりする、ラジオでおしゃべりするっていうのは、もしかすると、ダイエットにもね、つながるんじゃないかな、というふうに思いますよね。うん、まあ、どうかわかんないですけど、もしね、まあ、これからダイエットしたいんだけど、まあ、極力、まあ、運動とかあんまりしたくないよとか、あと食事制限なんかをね、あんまりしたくないよっていう方はね、だけど、ダイエットね、頑張りたいなという方いらっしゃいましたら、もしかするとですね、おしゃべりするっていうのはね、カロリー消費するのでね、良いのかもしれませんよね。そういう中でいくとですね、YouTube であったりとか、ラジオであったりとか、最近だとね、クラブハウスですか。クラブハウスなんかもね、流行ってますんで、一人でね、ずーっと永遠喋るとかっていうのもね、もしかしたらね、こういうね、カロリー消費する、ダイエットにね、つながるかもしれませんのでね、ぜひね、皆さんね、ダイエットね、取り組みたいけど、運動するのも嫌だ、食事制限するのも嫌だ、けど、痩せたいっていう方ね、いらっしゃいましたら、おしゃべりしてみてはね、いかがかなというふうに思います。はい。では今日はですね、40分のおしゃべりと10分の水泳は消費カロリー量がほぼ同じなんですよというね、お話をしてみました。今日のね、お話面白かったな、参考になったなと思いましたらですね、ぜひ、高評価、またね、チャンネル登録まだの方ですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね、今日ね、ご紹介したこのね、私のブログですね、音声入力2ヶ月続けてみて感じたこと、分かったことというね、ブログ、ね、このね、ブログのね、リンクをね、この動画の、ね、概要欄の方にでもね、貼っておきますので、ぜひこちらの方もね、チェックしてみていただければなというふうに思います。はい、じゃあ今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。